隠し事は、久米た浩二による日本の漫画作品。月刊少年マガジンにて、2016年1月号から2020年8月号まで連載された。娘に漫画家であることを隠し通そうとする父と、その娘の日常を漫画家のある、あるネタを交えつつ描かれる、久米た自身の体験談を思わせる、ハートフルコメディ。タイトルは、隠し事と、描く仕事の、 ダブルミーニングとなっている。コミックス第一巻の発売に合わせて、久米田にとっては日本国内で初めてとなる単独サイン会がアニメート名古屋にて開催された。また、シャフト制作によるアニメ PV が公開されている。2017年8月26日から同年10月15日まで、湯の前漫画美術館において、久米田工事の隠し事展が開催された。 漫画家を題材にすることを勧めたのは担当編集者であり、久米田自身は当初そのジャンルはすでにやり尽くされており、新鮮さも感じないと考えていたためやる気はなかった。しかし、久米田自身が下ネタ漫画を描いてきたことで周囲から下げ住まれ、職業を隠した経験もあり、漫画家であることを隠すというアレンジを加えたスタンスを思いついた。本作においては、 これまでのクメタ作品にあったように、宇宙人が登場したり、異世界や異次元に行くような話はやらない。人死にもなく、現実に即した中に止めることをクメタは決めている。また、本作の各エピソードは、ほぼ実話に基づいているとクメタは語っている。本作は、週刊隠し事という架空の雑誌の体を成しており、1話に複数のショートストーリーが描かれている。 各、ショートストーリーの最後には、作中漫画家の後書きもある。また、作中に、架空の広告も掲載されているが、実在の漫画家、藤田和弘をモデルにしたキャラクターが登場した、会には、藤田の作品、黒博物館スプリンガルドの宣伝が、断崖に入っている。連載に先立ち、月刊少年マガジンにて、フルカラー4ページの予告漫画が掲載され、 これは姫18歳編の話となっている。コミックスには雑誌掲載時の姫10歳編に加え、姫18歳編の話が描き下ろしで先行で収録されている。くめたお得意の自虐ネタ、下ネタに加え、感動あり、父の隠し事を知った姫のストーリーが挿入される、構成といったストーリーテリングの巧みさも評価されている。 テレビアニメ開始直前の月刊少年マガジン2020年4月号掲載文で姫が11歳の誕生日を迎えて以降連載はそれまでの週刊隠し事形式から11歳の姫と18歳の姫の誕生日以降の話を並行して描く構成へと移行し単行本で先行公開された18歳児の原稿リメイクに補足として新規描き下ろしとなる11歳の話を 加えた完全版となっている。なお、単行本最終巻では、新規描き卸分し文のみを収録し、先行単行本収録された部分は描き、卸しのダイジェストで表現されている。また、連載では11歳の誕生日の後に、父の日の回を挟んで18歳編に移行しているが、単行本では、父の日は、姫の誕生日の前となっている。ダヴィンチニュースでは、 個人的な感想をと断った上で、これまで組めた作品に登場する女性キャラクターが、絵柄は可愛いものの性格などに問題があり、ストレートに可愛いと言い方かったのに比べ、姫は変な言動があるものの、可愛い娘として描かれていることを指摘している。カラーイラストでは鈴木秀人の画風を取り入れている。本校では姫が小学4年生から5年生の時を、 姫十歳編、姫が十八歳の誕生日を迎えてからの話を、姫十八歳編として記述する。姫十歳編はコメディであり、姫十八歳編は対照的にシリアスなストーリーである。姫十八歳編では、姫十歳編の後に何があったのかが回想として徐々に明かされるとともに、姫十歳編では暗示的にしか語られなかった後藤家の家庭事情も明らかとなり、 後藤家き氏は、ある事情で断筆し、消えた漫画家状態になったことが判明する。なお、11歳になった姫の誕生日の時間と18歳の姫の現在時間とがリンクして、物語は進行する上、本編にはそれまでとは違い各話に副題がつかない。かつて、金玉島市という下ネタ漫画がヒットしたこともある。ベテラン漫画家、後藤家き氏は、 一人娘の姫を溺愛していた。父親が下品な漫画を描いていると知られると、自身が姫から嫌われると思ったり、姫が学校でいじめられたりしてしまうと心配し、姫には職業を隠し、目黒区の自宅からスーツ姿で出勤し、途中でシャツと短パンという仕事着に着替えて渋谷区の仕事場へと向かうのだった。姫の友達が、姫ちゃんのパパを仕事何しているの と聞いてきたり、姫のいる自宅に間違えて、編集部の担当者が訪問してきたりとか、久男の隠し事がバレそうになり、娘への愛が募って、か久男は暴走してしまう。良き父親であろうと周囲の女性たちに協力を仰ぎ、その度に騒動を巻き起こしたり、気があると勘違いされ、既成事実が出来上がってゆく。そんなこんなで、バレそうでバレない、隠し事を抱えながらも、 後藤家九氏と姫のドタバタしながらも幸せな日々は続いていく。18歳の誕生日。姫は鎌倉にある海辺の球場に立つ、かつての中目黒の自宅に告示した絵を一人で訪れていた。そこにあった漫画原稿から彼女は父の隠し事が描く仕事だったことを知る。家の探索、元アシスタントたちの回想を交え、漫画家ご当家九氏の過去が 明らかになっていく。姫は中学生になった頃の出来事を思い出す。その日、カヒサオは玄関ではなく縁側から帰宅する。姫に対してヘッドハンティングで転職が決まったと嬉しそうに話すカヒサオだが嫌なことがあった時は縁側から家に入る。父親の癖を知っていた姫は仕事で何か嫌なことがあって辞めたと見抜いていた。その裏には海難事故で、 行方不明となっている姫の母の無事を信じ、カヒサオが今でも創作費を出し続けていること。それを美談として週刊誌に掲載され、一部の心ない読者による悪意の書き込みによって、カヒサオがネットで叩かれる事態に発展したこと。カヒサオはショックから今までのように漫画を描けなくなってしまい、自ら筆を折らざるを得なくなったという背景があった。その後、カヒサは慣れない。 肉体労働を転々としていたが、倉庫で雑誌運搬の作業中に起きた崩落事故に巻き込まれ、昏睡状態となる。それから一年近くが過ぎ、姫が鎌倉の家を訪れていたちょうどその時、カヒサオが意識を取り戻したとの知らせが入る。急いで病院に向かう姫だったが、久々に顔を合わせた娘に対し、カヒサオは、誰と口にする。 事故に遭う前の7年間の記憶を喪失したか、久男の中で、姫はまだ10歳だった。まだ自分が漫画家だと思い込んでいるか、久男のリハビリのため、現在は人気漫画家となった元アシスタント、墨だらさの呼びかけによって、当時のアシスタントたちが再集結し、病室で、かつての連載作品、風のタイツの執筆が行われる。目の前にいるのが自分であることを認識していないか、 ヒサにショックを受ける姫だが、一方ではやる気に満ちた漫画家、後藤家九氏の姿を初めて目の当たりにする。しかし、今のか久サが描いているのは7年前に描かれた原稿をそっくりそのまま再現した書き直しである。編集者の10元院5月が見かねて最終回が、乗った単行本を見せたものの実質ではない、印刷物では本気にしてもらえなかったという。 再び漫画家として新たな話を描いてほしいとの思いから、姫は父の記憶を取り戻すために鎌倉の家へ向かい、友人たちにも協力してもらい、父の原稿を運んできた。自筆の原稿を読むことで、カヒさんは、ついに記憶を取り戻す。記憶が戻った後のカヒさんは、無事に退院し、入院費を援助してくれていた、義父。 買い方先駆けりへの入院費返済と中目黒の自宅を買い戻すべく漫画家としての再起を決意。一方、姫は鎌倉の家で見つけた父と母と娘の家族団団のモノクロ漫画に色をつけ始めていき、その最中に帰宅した父を出迎えるのだった。特に記載がない場合、声はテレビアニメ版の担当声優を示す。登場人物の名前はダジャレとなっており、 職業や性格などにかかったものとなっている。か、久男の G プロで働くアシスタントたち。姫にはカ、か、久男の会社の部下と名乗っているが、か、久男のことは、部長や課長と適当な役職で呼んでいるため、本人から、お前ら統一しろと言われている。か、久男に振り回されることも多いが、なんだかんだ言いながらも仕立っており、父の日には、僕たちにとって、 お父さんみたいなものと、アシスタント一同でプレゼントを送って、カヒサオを感激させている。姫18歳編では7年前に記憶が戻って、しまったか、ヒサオのために病室に集合し、アシスタントのふりをしていた。カヒサオが、たびたび誤解するような言動をしてしまうことで、交際や結婚を申し込まれていると勘違いしている。姫18歳編でも登場するが、 全員別々の高校に通っている。姫が、か、久男の記憶を取り戻すべく、鎌倉の方の家に保存してある、風の絶えずの原稿を持っていくことにした際、姫の頼みを引き受け、原稿を運びに協力した。また、アニメ版では、その前に、病院の屋上で、か、久男の衣類を干す姫の手伝いもしている。2016年の単行本一貫発売時に、 シャフト制作によるアニメ PV が公開されている。絵コンテは新しふさーきの演出は宮本幸宏。2020年4月から6月まで BS 日テレ他にて放送された。エピソード表記は第0号。原作単行本と同様に姫10歳編をメインで描きつつも姫18歳編を各回の冒頭や末尾で少しずつ小出しに進行する。 構成となっている。アニメでは姫10歳編を過去の閉じた世界観である半径10メートルの記憶というコンセプトで描きリアルな現実を意識した姫18歳編とは背景の描き方や効果音の付け方などを変えることで世界観の差を表現している。第11号では原作発刊収録の最終回兵器彼女を描いた後原作では アニメ放送開始以降に雑誌掲載された姫の11歳お誕生会まで劇中時間が一気に約半年進みその晩に姫とカ・ヒサオ6のみで行われた家族だけでの2回目のお誕生会を描いた直後に再び7年が経過18歳の誕生日を迎えた姫が何者かより鎌倉の家の鍵と地図を受け取り 江ノ電に乗って向かうシーンで締めくくられ、第01号冒頭の姫18歳編へと繋がる内容となっている。そして第12号では18歳編のみが描かれ、それまで小出しにしてきた伏線を全て回収し、大断円となった。姫18歳編は一部省略しつつ、大筋では原作通りとなっているが、記憶喪失の比久夫が病室で漫画を描き始めて、 以降の展開が多少異なる。アニメ版の姫は当初、かひさおが記憶を取り戻さずに漫画家だと思い込んでいるままの方が幸せなのではないかと思っていたが、かひさおの自分の一番の幸せは漫画を描くことではなく、姫が元気に大きく育つこととのセリフを聞いて、かひさおに18歳になった自分を見せるために記憶を取り戻そうとする流れとなっている。 アニメの構成を企画した当時は、原作が連載中であり、単行本も発巻までしか刊行されておらず、アニメ最終回での独自の落としどころをどうすればいいかを、原作者である久米タに尋ねたところ、漫画もアニメと同時期に終わらせるとの提案が返ってきたため、最終回のラフ案を渡された上で、それに帰結するように、アニメのシリーズ構成を行うこととなった。 原作の最終回掲載がアニメ最終回の翌月になったため、結果的にはアニメで最終回が最も早く公開される形となった。原作の方では当初は10巻で完結予定だったが、アニメ化に伴い全12巻となり、アニメの方に影響されて終盤でのマリオの出番を増やしたりしている。また最終回ではアニメでは語られなかった姫の母親の自己経緯が、 明らかとなっていたり、エンディングテーマにもなった、君は天然色の歌詞が用いられている展開となっている。目黒川探偵事務所のタイトルで、2020年4月1日より、公式ツイッターにて動画配信が行われている。後藤悲鳴役の高橋理恵と小竹シルビア役の小沢ありが出演し、隠しごとの聖地を探すという企画となっている。隠しごトークのタイトルで、 2020年6月16日より、ウェブラジオ番組が配信されている。YouTube a イ e x Pictures チャンネルでの動画公開形式。パーソナリティは、神谷博志、構成作家は、田原浩輝。当初は、通常のラジオ配信を予定していたが、新型コロナウイルス流行の状況から回数を減らして、YouTube での配信となった。BD、DVD の特典 CD には、 ラジオのノーカット完全版が収録される予定。漫画アニメ、隠しごとのタイトルで、2020年5月13日より、原作コミックにテレビアニメ版のキャストが声を当てた、デジタルコミックが、D アニメストアにて配信されている。テレビアニメ化されていないエピソードを中心に、選出されている。2020年12月12日に、劇場編集版の制作が発表された。 劇場編集版隠しごと姫ごとは何ですかのタイトルで2021年7月9日に公開予定。新規カットが追加され、テレビアニメでは描かれなかったもう一つのラストが描かれる予定。劇場編集版隠しごと姫ごとは何ですかに関するカテゴリー。ありがとうございます。